100個んくらい。なんでなんでなんで。これでよかろう。皆様おはようございます。私ママツ、今日は一人でお出かけでございます。どこに行くかっていうと、アートメイクに行ってきたいと思います。眉毛とかアイラインのこの縁のところに入れ墨っていうのかな、そういうのをピッと入れるやつです。入れ墨って言っても皮膚の浅いところに入れるから、多分2年とかしたらもう薄くなって消えてくるんやけど、そう、それでね、私の眉毛は高校の時に安室ちゃんが流行っとって、もうみんな安室ちゃんみたいな、こう上にカクンっていうこう眉毛しとったんやけど、その高校の時にその眉毛にするために抜きすぎて、なんかこの辺生えてこうへんところがあってね、結構これコンプレックスなんですよ。だからこれ取ったらほんまになんかここハゲてるみたいな。それを克服するために今回行ってこようと思ってます。で、アートメイクって皮膚にこう傷を入れて、そこに色を入れていくから、やっぱ痛いと思うし、おかしくなったらどうしようって、だって2年消えへんから、おかしくなったらどうしようっていうのはあるんやけど、とりあえず行ってきたいと思います。はい、今日はね、神戸の方に来たんですけども、早く着きすぎた。予約ね、1時からなんですけど、12時4分、あと1時間もある。どうしようかね。ちょっと寝て時間潰します。っていうか、この動画さ、メインになるんでしょうか。あとね、アートメイクね、昔は結構なんか1万とか2万で、まあその辺でって言ったらおかしいけど、結構いろんなとこでやってくれてたみたいなんやけど、なんか法律で入れ墨っていうかアートメイクがもう医療行為ですみたいな感じで決まってしまって、そっからはお医者さんがいるクリニックとか病院、美容外科とかそういうところでしかやってくれへんくなって、しかも値段が前は1万とか2万とかで比較的ね安い値段でやってくれとったのに、病院になってから私が調べた限りでは、こう神戸近郊やけど安くて5万ぐらい、高かったら15万とか。今回はなんかモニターみたいなやつにしようかなと思ってます。多分目だけ、この辺だけなんかどっかに出るかもしれへんけど、ここぐらいやったら私って分からへんやん。分かるか、分からへん。それでも5万3000円とかやったかな。ほんでなんか1回じゃなくって、だいたい2回で1回、2回で完成っていうのが普通みたいで、1回やったらこうムラがあったり入ってないところとかが出てくるかもしれんから、2回の料金で5万とか、そんな感じみたいです。なんてちょっと私手が大変なこと、開封の手が大変なことになってて、大変やな、二人とも大変やな、大変よ。なんて行ってきた。何、天国に見せた。痛かった。まあ、チクチクはするねんけど、うん、全然耐えれる感じで。へぇー、そうなん。見えとうけどな、もう。嘘まだ開封してないねん。はい、開けて。近くない？ちょっと、もうちょっと。大丈夫、私の方が近いから。ほんま？うん。行くで。うん。おー、これ、でもまだ濃いねん。え、ちょっと待ってな。よく見してな。うん。これ。うわ、なんか塗りたくってる。あのな、ペンみたいなのにな、うん、針がな、9本刺さっとてな、それでな、こう引っ掻きながらチク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 って入れていってんぞ。で、これ今まだ濃いねんけど、この状態ちょっと妹っぽいやん。いや、全然、今がいい感じやで。心に妹やって言われてる。え、今がすげえいい感じやで。マジで、うん、これが3日ぐらい続いて、ほんでなんか皮がちょっとめくれてくるんで。あんな、私一緒やった、ここ入れた時、うん、あの何日かぐらいかすげえ膨張した形になっとって、うん、それが 2,3 日したらペリペリ全部剥がれるようになってきて。あ、そうなんや。で、ちょっと薄くなったみたいな。なんかこんな色になるということやろ。ちょっと薄いやろ、薄淡い薄い色になるやろ、うん、ここまでパキッとはせえへんと思う。パキッてしとんな今。そうやろ、パキッてしとんな。そうやろ。アイラインもあんねんて。アイラインはいらん。まぶたにチクチクとか絶対無理。でもな、そんな大丈夫やねんて。無理無理。なんかクリームを塗って。で、めっちゃいい人やってん、担当の人が。また行きたいな。行かへん。行かへん。一人で行くのはちょっと寂しい。私だって眉毛あるもん。アイラインは？アイラインは描いてる毎回。アイラインちょっとさ、嫌やん、絶対嫌やん、絶対嫌やん。怖い。まつげもせえへんのに私。いや、いけると思うんやけど。お姉さんまつげあるからいいやん。はい。はい。頑張りましたね。頑張った人で。ちょっとこのさ、あの、めっちゃ気になるんだけど、3日後、1週間後ぐらいの経過も欲しい。ああ、わかった。写真でいい？うん。いや、じゃあ、私が撮る。0日な。0日。じゃあこれな、ほんで薬塗っとうからピカピカして。撮れるの？なんか可能度ない。撮れへんねん、じゃあ。お前の見せて。お前の塗ってんねやろ。
何よ全剃りするのそんなさ、人の、え、全剃りしたのセーフのあこちゃん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 ここつけてあーえちょっと光っとうけどめっちゃ見てるめっちゃ見てるこんなに人の眉毛を見ることはないと思うでめっちゃ見てるほんでさ、3日間これやん明日から原神行くのにさちょっとなくなってきたから、ね、このちっちゃいみんなにあげるこれはな、もうほんま息止めてってなるぐらい痛いだから2年持つけどこれ完全に消える前に、まあ、1年ぐらいにこう寄ったら痛み度合いレベル的には1から5で何本ぐらいだった2ぐらいうーんじゃあいいやいけるなはーげるよマッツーの眉毛観察の日、はい、1日目2日目です2日目昨日は変わりなしはーげるよなあなあはーげるよはげてない見てここはーげるよいやちょっとドアップ怖っドアップ怖っちょっとドアップ怖っわかるこれここちょっとはげとお前反対は反対は変化なしはーげるよまだドアップつけないはーげるよちょっとテッカテカやねんけどえそれどうせなあかんのどうもせんでいいなんか自然にはーげるよ自然に皮がこう取れてくるのをはーげるよ取れた後が多分色やと思ういやー取れた後がまーげるよ完成形はーげるよ全体がそのハゲになるそうそうそうこの濃いのが取れてくるいやいやもうこのカメラ絶対毛穴めっちゃ映っとうもう嫌いもういいよはい明日へ続く住み日記2日目住み日記あのね、うん、今日ね4日目なんです4日目うん1日目0日目と1日目が一緒やって2日目と3日目が一緒やってこれ4日目はいずるむけた意味が分かるちょほんまにもうちょっと下がって薄くなった薄くなったってか小さくなった皮が取れてポロポロちっちゃくなってないほあのこのあそうかもでもこっちの方にほんまやなでなんか薄いとこと濃いところまだハゲてないところがちょっとあんねんちょかかんでよくしたらいやかかんでよくしたしようと思ったらその15万ぐらいのやつ15万ぐらいのやつを芸能人とかがよくやってるやったらいいよ15万やったらいいよじゃああなた自分の助成金使いなさい助成金でも15万円で眉毛に15万かけれるかけれんよねかけれん絶対無理これ以上変化はあるのこれだからちょっとまだ残っととこが取れるだけやからじゃあ最終取れたらまた移そういやもういいよこれ意味わからんやんもういいよもう意味わからんやんいいだからもうこれでちょっと取れたらもう終わりやからもういい OK ですバッチリもう眉毛で悩む人生は終わったとまあ2年間はね2年間だけね